はい、こんにちは。ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日はですね、はい、俺のゴラッソ。以前ツイッターで募集していた俺のゴラッソという企画なんですけど、前回、フリーキック部門、ヘディング、ドリブル部門、ボレー部門の3部門の紹介させていただいたので、後半戦、ループシュート、ロングシュート、そして優秀賞、最優秀賞の、紹介していきたいなと思っております。かなり面白い内容になっていると思いますので、ぜひ見ていただきたいなと思っております。で、今回もですね、簡単に紹介させていただくと、以前ツイッターで募集させていただいて、みんなのですね、スーパーゴールを動画で募集してたんですけど、そちらのですね、勝手に僕が独断と偏見で、部門別プラス優秀賞のチョイスさせていただきましたので、紹介という形になります。はい。ではですね、早速ループシュート部門から行ってみたいと思います。じゃあ行ってみましょうか。はい、一発目。さあ、ごっちゃん&ファボワさん、クリスタル・ロナウドの切り返しからのアウトサウドですくい上げたスーパーループですということで、見ていきましょう。さあさあ、じゃあロナウド喜んでるところから始まりますが、はい、ロナウドポーズ。さあどう？さあ始まりました。ここで、抜け出しからの、お、切り返しで、おーおー、すげえ、マジか、綺麗。いや、ゴラッソっすね、これ。相手のレベルどうだろう、そんなに低いように感じなかったんで今回選んだんですけど、切り返しからのちょびっと、いや、これすごいね、綺麗だと思います。素晴らしいです。はい、ありがとうございます。次、欧州周球さん、ループシュートハテナということで、一発目やっていきましたいと思います。さあ、ラカゼットかな、ルカクか。おおおははこれすごいっすね。ルカクがたまたま当たってループになって入っちゃうと。いや、これ面白いっすね。軌道としては完璧にループなので、ループ部門選出でいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さて次、カエデアットウイデアプリさんかな。カエデじゃないな。ごめんなさい。これなんだろう、読み方。カエデじゃない。立場、ちょっとごめんなさい。名前わからない。ごめんなさい。はい、見ていきましょう。ポチッと。リオレンメッシ。いやー、綺麗。いやー、すごいね。前のこの切り返しも僕好きなんですけど、ここからの、メッシの余裕のループシュートということで、これ僕結構好きです。はい、ノミネートさせていただきました、ループシュート部門。はい、ありがとうございます。で、ループシュート部門が、5つになってるので、あと2つですかね。はい、カズアットウィデアカさん、さすがスアレス、ちょっと遅いけど俺のゴラッソに入れたいということで、見ていきましょう。おー、これね、これか。いや、これめちゃくちゃうまいよね。ここで一回聞いてからの、右足でゴール。いや、素晴らしいですね。もう一回ちょっと見ていきましょうか。はい、ポチッと。抜け出して、引いて、いやー、うまいね。ゴールキーパーも、ディフェンスも全員引っかかってるんで、かなりいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。さあ、ということで、ラストですかね。ループシュート部門ということで、違うな。ループシュート部門ごめんなさい。これで終わりですね。いやー、この中だと、そうだなー、どれが一番好きかというと、スアレス結構好きかな、最後の。はい、スアレス結構好きなので、もう一回しつこいですけど見ていきましょう。はい、これがですね、まあ、ループシュート部門、一番いいかなと思います。ありがとうございます。ではですね、次は、ロングシュート部門。ロングシュート部門は結構いろいろあって、ゴールキーパー弾いたのをキックで蹴り込むみたいのは結構あったんですけど、なんか単調なのはあんまり面白くないんで、割と、ビューティフルなゴールを選んだつもりです。はい。ということで、俺のゴラッソ、マンジュキッチのヒールでの落としからエリクセンのダイレクトミドル。はい。行ってみましょう。はい。ここから、クロス、マンジュキッチ、ヒール、エリクセン。いやー、これゴラッソでしょ、間違いなく。いや、素晴らしい。しかも距離もかなり遠いですからね。あー、いや、素晴らしいですね、エリクセン。やっぱエリクセンいいですよね、この、パスもできるし、自分で決め切ることもできるっていう。はい、KSED、あと、ウィレアカさん、ありがとうございます。じゃあ次。はい、イニエスタ、ムカキン、ウィレアカさん、行ってみましょうか。はい、じゃあ、これでもスパスタです。嘘じゃないですよ、ということで、俺のグラッソを見ていきましょう。はい、はい、はい。ここから、スパスタなんだ、相手これ。で、打つ。やばいね、これ。この、軌道が止まんないのがすごいですよね。伸びがすごいですよね。で、ここボール全然取られなくて、この伸び？いや、キーパー反応できて、まあ一応反応はできてますけど、いや、すごいですよね、これ。いや、素晴らしいと思います。もう一回だけちょっと見てみましょうか。素晴らしいと思います。ここから、持っていきの、はい、ぐわーんと伸びていく。いや、すごいね。はい、ありがとうございます。イニエスタ、ムカキン、ウィレアカさん。
はい、で次行ってみましょうか。次がですね、玉森ファンさんということで、見ていきましょう。無回転シュートということで見ていきます。はい、ワフビハズリ選手ということで、もう一回ごめんなさい、見ていきます。ワフビハズリ選手、うわすげえ、右にめちゃくちゃ曲がってますね。これこの軌道で曲がるの素晴らしいですね。はい、すごいシュートだと思います。玉森ファンさん、ありがとうございます。で、次4つ目、坂本ちゃんということで、俺のゴラッソこれっすかねということで一言、さあ見ていきましょう。さあさあさあ、クロスから弾いて、さあここからまさか打っていく、これもすごいね。で多分角度がすごいいいやつがあるはずなんで、これね、これだと思う、これだと超わかりやすいはず。でここから、うおーすごいね、これカメラワークもめちゃくちゃいいっすね。最後素晴らしいと思います、ありがとうございます。で、ラスト行きましょうか。はい、俺のゴラッソ、負け犬オトゥさん、もう遅いけどマティッチやばいということで、はい、マティッチ選手ここから、うわーすげえ、これ左足じゃないですか、左足っすよね、左足でこのカーブ、いやーえぐいね、素晴らしい。マティッチ選手こんなのも蹴れるんですね、素晴らしい。マケイノートゥさんはユナイテッドスカット使ってたりするんで、このゴールはなかなか素晴らしいんじゃないですかね。はい、ありがとうございます。ということで、ロングシュート部門、いやこれね、めちゃくちゃ迷うんですけど、個人的にはイニエスタ無課金ウィレアカさんのこのシュートの伸びが気に入ったので、最後もう一回見ていきましょう。はい、ここから運んでいきの、はい、ズドーン、はい、すごいシュートの時間めっちゃ長いですね。はい、ということで、ロングシュート部門こちらでノミネートさせていただきました。ではですね、ここから優秀賞4つと、最優秀賞を発表していきたいと思います。ここはですね、もう部門関係なく、もうこれはやばいと思ったやつを選出させていただきましたので、見ていただきたいなと思います。まずですね、優秀賞、はい、黒芝さんのロベルト・カルロスの魂が宿ったということで、アベウ・キャマラ選手のゴールです。さあ喜んでいるとこから始まります。でこの選手ドータムの選手なんですよ。でドータムでやったっていうのもすごい評価ポイントなんですけど、さあ、見ていきましょう。こんな感じ、サイドからのですね、サイドをえぐって、ここからですね、なんと打つ、そしてここぶち抜いていく、やばいっすよね。これ相手のレベルもそんなに低くないはずなので、かなりのゴラッソだと思います。ここから打っていく、素晴らしい、いやナイスゴール。はい、黒芝アットウィルアプリさん、いつもお世話になっている黒芝さんですね、のゴールになります。で、次モンチッチさん、俺のゴラッソ結構前にもツイートしたけど、これ以上のゴールは決めたことないのでということで、こちらやっていきましょう。ポチッ、さあどう、ここからうわー素晴らしい、いやーいいね、これあれですね、ワールドカップのマイコン、いやーごめん、マウコンかな、のゴール思い出すんですけどっていうツイートもさせていただいたんですけど、素晴らしいと思います。モンチッチさん、もう一回見ていきましょう。いやーゴラッソ、いやー素晴らしいね、これは素晴らしいと思います。はい、モンチッチさん、さあ優秀賞ということで、はい、次、ドモリョウですさん、はい、ということで、マージこれは神ということで優秀賞にさせていただきました。見ていきましょう。ポチッ、オーバメヤンの、はい、後ろ向き。これ結構ね、好きなんですよ。全く見てない、この、ドヤ顔感。いや、いいっすよね、オーバメヤン。こんなゴールもできたのかということで、りょうさん、優秀賞にさせていただきました。で、次がですね、優秀賞、もうラストですかね。4つ目で、タソさんの、ムヒタリアンの回転しながらのローリングシュートということで、見ていきましょう。こっち。アザールから、クロス、ムヒタリアン、くるっと回って、いやー素晴らしい、これね素晴らしい、これ確かフレマかなんかでやってたっておっしゃってたんですけど、もう一回だけ見ていきましょうか。はい、アザールのクロスからムヒタリアンが一回落としてくるっと回る、いやー素晴らしい、これリプレイじゃないっていうのもちょっと臨場感あっていいなというところなんですけど、素晴らしいと思います。はい、優秀賞タサさんノミネートさせていただきました。で、ラストですね、最優秀賞は僕も迷わなくてこれかなと思って、最優秀賞は、はい、ウッディさんの、2017ですが、このゴールは今でも残しています、アウトカーブやばくないですかということで、このゴールにさせていただきました。じゃあ栄えある最優秀賞見ていきましょう。ポチッ、さあここから、さあなんか落としたところから始まりからのグワンと曲がっていく、いやーこれ素晴らしいね、
カメラワークもめちゃくちゃいいんですけど、はい、ここ競り合って落として、ここから打っていく。えぐいっすね。距離もえぐいし、この曲がり方もえぐい。ちょっともう一回見ていきましょうか。最初のがすごいんですけど、はい、ここから一旦落としの振り向いて、はい、ズドーン。えぐいっすね。こんなのリアルでやったらめちゃくちゃすごいなと思うんですけど、はい、素晴らしい。ウッディさん、はい、最優秀賞にさせていただきました。ということで、今回ですね、俺のゴラッソかなりのゴールいただきましたので、その中から独断と偏見で選出させていただきました。素晴らしいゴールばっかりだったと思うので、ちょっと紹介しきれないのもたくさんあったんですけど、割とですね、部門別にいろいろ紹介できたので、個人的には良かったかなと思っております。またこういった企画やっていきたいなと思っておりますので、お待ちいただければと思います。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。